北越セップ2換一1巻。北越セップは、江戸後期における越後魚沼の雪国の生活を、滑車した書籍。初編3巻、2編4巻の計2編7巻。著者は、現在の新潟県南魚沼市塩沢で、縮みの加害省、七夜を営んだ鈴木牧師像を治む、計水百ツールが、雪の結晶のスケッチから、雪国の風俗、暮らし、方言。 産業、北端まで雪国の書層が、豊富な挿絵も交えて、多角的かつ詳細に記されており、雪国百科辞典とも言うべき資料的価値を持つ。1837年に江戸で出版されると、当時のベストセラーとなった、雪の結晶の図。北越セップ初編巻の上官より美濃を身につけ、漢字記を履いた男性。北越セップの挿絵より、本書は、 初編と二編に大別され、さらに初編は、巻の上、巻の中、巻の下に、二編は、剣一、巻二、巻三、巻四にそれぞれ分かれている。1837年秋頃に、初編各館が江戸で発行され、1841年11月に二編四館が発売された。渋谷川基調の図。北越切符初編牧の下館より、 初編巻の上はまず、雪の成因、雪の結晶のスケッチなど、科学的分析から筆を起こし、ついで、江戸などの断国と雪国の違いを様々な例を挙げて説明していく。雪中洪水や熊が、雪中に人を助けた逸話など、断国の人々の教師を誘う内容が多い。巻の中は、越後魚沼の名産品であったチジミに関する話が中心となっている。 牧師自身が縮みの中外商人であったため、縮みの素材や旗織り方法、縮みのさらし、縮みの流通などが生実されている。また、品の国境に近い秋、山郷の様子も詳しく記載されている。牧の下は、渋見川の沈丁や酒に関する考察、越後に伝わる、様々な期端、山岳地方の方言、など博物学的な内容となっている。 二編間一は、越後各地の案内に始まり、雪国の一年を正月から外接していく。末期に以下、雪国の一年の詳細を多様ない図は、記録、考察によって描いていく。正月の様子から書き起こし、春から夏へ移るところで二編は終わっている。そのため、夏以降の様子を三編四編として発刊する構想があったと考えられているが、 1842年の牧師の死により、本作品は2編までで完結した。本書は全編を通して、雪国の生活が、南獄では全く想像もつかないものであることを何度も強調している。確かに甲塚の目を引く珍しい風習、逸話が数多く載せられているが、この作品のテーマは、雪国の奇襲、奇端を記録することにとどまらず、雪国の人々が、 雪との厳しい戦いに耐えながら生活していること、そして、郷土の、そうした生活ぶりを、団国の人々へ知らせたい、という点に求められる。以上の点から、本作品は、雪国越後の貴重な民族、方言、地理、産業資料と位置づけられている。牧師が最初に、本書の出版を記したのは、文化年間五郎とされている。縮みの仲外商人である牧師は、 江戸へ行く機会も多く、何人かの文化人と面識があった。田舎住人の自分では、出版不可能と考えた牧師は、地域の関係にあった在江戸の文人さん東京殿の協力のもとに出版する計画を立てた。京殿も協力的であったが、前例のない著作であるため、費用の問題で出版を引き受ける版元が現れず、計画はさたやみとなった。そこで牧師は、 極低馬金に相談し、馬金も出版計画に乗り気であったが、京電との関係悪化を懸念して、出版には至らなかった。出版を諦めきれない牧師は、1807年、大阪での出版を目論み、話は順調に進んでいたが、仲介者の死によって、振り出しに戻った。さらに1812年、江戸での出版を計画したが、同じく仲介者の死によって、 計画断念に追い込まれた。京殿が千八百十三年に没すると、牧師は再び馬琴に協力を依頼した。馬琴は出版に前向きであったが、自身が大著南宋里見八県伝に取り掛かっており、何年経過しても、牧師の出版計画は全く進まなかった。そのうち、京殿の弟山東京山が牧師へ協力を申し入れたが、馬琴が原稿を返却しないため、 牧師は再度執筆する羽目になった。1836年、出版準備のため、京山が越後塩沢の牧師のもとへ訪れた。そして翌1837年、最初の構想から34年にしてついに、北越セップが出版された。売り上げ700部を超える、当時の大ベストセラーとなり、世の読者、書店の要望を受けて1841年に、 第2編が出版された。牧師は囲碁の続刊を期していたとされるが、翌1842年5月に牧師が没し、2編で完結することとなった。牧師の著作ではあるが、出版時に教山が過失修正しており、そのため、鈴木牧師編戦、教山人百十三定として出版されている。中には、牧師の記述について、 雪国を知らない鏡山が大げさだとして書き改めた箇所もあるが、今では牧師の記述の正しいことが明らかとなっている。ともあれ、この書の版元は幾度か変わったが、木版本は明治末年まで出版され、活字本は1936年岩波文庫から出版されている。南魚沼市塩沢にある鈴木牧師記念館には江戸期に出版された。 北越セップが保存されている。長野オリンピックの際には外国人向けに国土庁が日本の雪国を紹介するために発行したパンフレットは北越セップの世界からとサブタイトルが付けられた。新潟県のガスイも紹介されている一方で18条の公設があったことも紹介されている。ありがとうございます。